タクシー席81だな。彼では今まあ55年ぐらい、それで行動が50年ぐらいですね。流派50流で、道場は商務官総本部って沖縄市の方にあります。神奈川県の川崎の方にいて、そこでそこには泉川寛喜先生という方がいて、専門官という道場をやっていて、1年ぐらいやって、それで沖縄へまた帰ってきて、この総務官に入門したのが昭和39年。その後また渡瀬先生と比べ小武道ですね、昭和40年ぐらいからまた向こうに入門して、まあ大体まあ50年前後全部やってますね、空手も小武道も。僕は何で空手始めたかというですね、うちの親父が、いや、うちなんちょっといい並んでぬん並んでるって、その親父に言った言葉がね、やっさやということで、それで僕はもう空手やるようになったんですよね。50年の場合、体作りですから、ほとんどもう気分量でね、体作っていかないといけないんですよね。だからまあ、チーチーサシとかそういった道具を使いながらですね、もう来たら必ず気分量をもう最低まあ20分か30分やってましたよね。それがまあ、この年になるまでまだ元気でできるというのはね、その気運動とかそういったもの、基本的なものをやったから残ってるんじゃないかと思うんですよね。やっぱり鍛錬したものが今残ってるんじゃないかと。それと同時に自分はゴルフもするから余計元気なんですよ。元気ありすぎて困ってるよ。金根君はまあ、そのもともとは津堅親方というのがいてね、この人が津堅島行って津堅の漁師さんに教えてね、残ったのが津堅根君らしいです。まあ棒だったらやっぱり基本ぶりで、やっぱり空手と小武道はですね、両人で、空手は先に習った方がね、小武道もしやすいんですよね。空手やらないで小武道すぐ入っても難しい。体はやっぱり基本ですよ。体のその立ち方ね、運足とかそういうのも体でもう、例えば四股立ち、猫足、前屈立ち、後屈立ちとかね、こう立ち方がきれいにできないと、小風呂をしてもね、全然うまくいかないですよ。練習するときはこういった、お家で練習する。1、2、3、4、5、それと、打った。棒を打ってね、こう離さない。棒を打ったら、こう打って捕まる。こう打って、今度したら落とされるからね。練習するのが1、ここで2、左打った。左変えてから右打つ。右変えてから左打つ。ふっ、こう。こう打ったのがもう基本です。棒は。もう長い間棒も振ってるけど、棒にずっと振られっぱなしに、まだ。これをね、振り回せるようになるまでいつになるかわからないよ。生きてる間にもう本当に振り回せるかなと思うぐらいよ、何でも。このこれが本物だというのはね、どれかなというかね、それを見極めるとはもうちょっと生きてる間できないんじゃないかと思いますよ。又吉先生がまた75になっても、僕らより若かったんですよ、技使ったら。もう切れもいいし、技もいいし、なんでこんなできるかなと思う。これは又吉先生、本当に素晴らしいのはそこですよね。ね、僕らが飛べないところを飛んで、バーン飛ぶしね。75ではあれだけ身が軽くて、この小武道できるとはね、なかなかいないんじゃないかと。うん、じゃあ、これはこうしなさい。ということで、自分でやってみてよ、私。だから、あれはもう、いまだ一番脳裏に残ってますよ。はい、で、先生ができない、俺もできるんだよ、やったら、もう腰抜かしたことあるから。本当の話、できなかった、うん。思想を乗り越えたのは年だけだ。技を乗り越えきれないわけ。そのシンバルの最中の松先生が教えてもらったもんだからね。まあそれは
うん、やってみようと。まあ、動きは前後、まあ、左右とね、まあ、動きは そんなもんになるけど、結構ほとんどあの左右の場合は固定打ちなんですよ。固定。で、手の手首をね、回収しで、これが多いね。うん、こうやって受けて、それこっちからこう入る。これも挟んでる。こう。あーっと、ね。ね。だってこれ、この技はね、棒のあの才の技、これはできるのなんて、だから一本で外れようはこうして向こう引っ張って引っ張って向こう行けたらこの球で叩けるこれはもう才のこういった技になります。まあ、体の稽古はもう肩の稽古はみんなどこの道場も一緒です。技は納得するのないですよ、いくらやっても。俺はもうそれは奥深いもんで、もうそのなんていうかね、弓道無限というかね、それはもう探すまでは大変なことじゃないかと思います。全然到達することはできないということですよね。僕弟子に言ってることは、おい、お前は何にしたもお前のだから、俺が何にしたも俺のだから、形だけじゃダメ、自分で何にしなさいと。お前が何にしたものはお前のだよ、お前が俺みたいに何にしたらお前もっと重くなるからということね。こういった指導をずっとやってるわけです。空手古武道とはもう沖縄のその先人たちが残したあの大事な文化ですね。この昔からあった形を大人戦というかね、それはお互いに弟子と、まあ、師匠がお互いに研究しながらね、伝統はこれだよ、この形だよということをね、これは崩さずにね、守らないとね、バシャバシャってこう人はこうつくもんじゃないか、相手がついたらもうこれを受けて入った、ああたわっと体で先手なすときはね、人をついてつくより、この方がこう大変だよ、これ。ここはみんな武器やから、肘から先は。五重特徴これ。でね、五重はもう、こう掴むわけ、人。こうは掴まないよ、逃げれるか。これを曲げて、これ引っ張ってくるわけ。ね、五重特徴。だから、あのこうやるやる、こう、人間こうしたら大体ね、前聞けないよ。今日さ、こう。ね、これは誰でもできること。だからこれは覚えておくよ、はい。沖縄語わからないとね、この空手の表現、技の表現、中身というのをつかめないんですよ。空手の方は世界中みんな同じ方やってるんですよ。その中身をわかるためには、沖縄来て、沖縄の先生方から沖縄の方言を学びながら、これがこういった意味だなと、その表現もまた中身を分かってくる。うちの話はやっぱり、空手もできて、家になって、うちの阿久津に並んで、夜中中央線のこの家。